今月の収益。ということでですね、2020年11月はですね、トップバズの収益、えー、こちらの方をですね、こう出していきたいと思います。えー、こちらですね、こう、今月、えー、11月はで,ですね、こう、200円ぐらいございましてですね。うん。でも、今年全体で見ると、こう、今出してますけれども、ね、こう、3万円ぐらいになったかなというふうに思いますね。で、そうですね、あのー、まあ、 コツコツですね、こう、毎日、こう、上げ続けていれば、えー、まあ、そんなに長い時間使ってないですよ。こう、1日に一分とかですよ。こう、2分とか、まあ、そのくらいででもですね、あの、まあ、積もり積もっていけばですね、まあ、金額は積もっていくみたいな形になるかなというふうに思いますですね。うん,うん。で、なおかつですね、あのー、まあ、えー、まあ、トップバズのですね、こう、ガイドラインに合うようなですね、こう、動画をですね、こう、発信し続けて、え、いかれてですね、こう、まあ、 トップバッツさんのですこう AI さんがですね、ちょっとあの厳しい部分もこうございまして、ですね、弾かれてしまう場合もございますので、ですね、そういう場合もありますので、ですね、トップバッツさんのガイドラインに合うようなですね、動画をですね、上げていただければという,ふうに思います。いかないと。 あ、あがらないと思いますね。えー、例えばあの、私がですね、こう、以前トップバズさんの方ですね、こう、ちょっとイラスト、あのー、まあ、ちょっと水着の女性のイラストをですね、こう、上げたところをですね、こう、AI さんにこう、弾かれてしまったっていうような時があり,あります。え、まあ、あのー、ちょっとですね、こう、トップバズさんがですね、こう、メディアをですね、こう、構築していくためにですね、えー、まあ、 ちょっとガイドラインにですね、こう見合わないようなですね、こう可能性の高い、えー、動画に関して、動画画像に関してですね、えー、割とこう弾きやすい、なるべくこう弾いていくようなですね、えー、まあそんなのこう傾向が見られるかなというふうに思います。で、えー、YouTube とですね、このトップバズっていう、まあ、えーまあ、動画のメディアがございますけれどもですね、えー、私ですね、あの YouTube、えー でですね、まあ、いくつかこうチャンネルをですね、こう実験的に作っておりまして、その中でですね、えー、ステルス YouTube チャンネル。 的なものがあるわけですね。で、あの、まあ、ステルス YouTube チャンネルというのはですね、えっ、ー、と、まあ、よくあの、YouTube マスター D さんなんかがですね、あの、どうもこれじゃは YouTube マスター D ですって、えー、私はステルス YouTube チャンネルで、みたいな、こう、お話をこうされているかなというふうに思うんですけれども、えっ、ー、と、顔と声を出さない、えー、YouTube チャンネルになりますね。だからあのー、まあ、YouTube のサイトで、まあ、あの、まあ、トップバズでもあるかなというふうに思うんですけれども、えー、例えばですけれども、 まあ、ほんの一例ですけども、例えば、お菓子の紹介をされるような、こう、チャンネルさんがあったかなというふうに思いますね。あるいは、なんか、何々を作ってみたみたいな、えー、何々で何々を作ってみたみたいな、そういう、こう、実験的なですね、えー、こう、チャンネルみたいなのもあるかなというふうに思います。そこで,ですね、こう、人がですね、こう、声を出さなかったりですね、こう、顔を出さなかったりするわけですよね。それでも、こう、メディアとしてこう、成立していて、えー、それをこう、見たい視聴者さんがいらっしゃって、えー、で、 まあ楽しみたい方がいて広告がついていくみたいな形になるかなというふうに思います。で、まあそういうものもですね、こう実験的に作ってるわけですよね。で、まあ、えー、あるいはこう VTuber さんなんかもいらっしゃいまして、あの、金未完通りの藤村さんとかですね、えー、太郎さんみたいに、えー、こう、声はですね、こう自分で出すんですけども、あるいはあの、漫画家のクリームゾーン先生みたいにですね、あの、こう自分、 なぁですね、声は出すんですけれども、その声と自分のメンブリテブリに合わせて、えー、アニメーションがですね、あの、動いてですね、ええー、こう、まあ、あ喋ってるようにこう見せてくれるみたいなですね、まあ、あそんなのはですね、あのー、まあ、あブランディングというかですね、こう、メディア作りをこうされてらっしゃる方もいらっしゃいます、ね、うん。 あれが、まあ、えっ、ー、と、よくですね、えー、まあ、未解決事件を扱うようなですこう、チャンネルさんに多いかなというふうに思うんですけれども、えっ、ー、と、話題の事件さんとかですね、えー、まあ、いろいろチャンネルさんがあるかなと思うんですけど、こう、喋りはですね、こう、自分の喋りでですね、えっ、ー、と、今回扱うテーマとかです、今回扱う事件はみたいな形でですね、こう、喋りは、ええー、まあ、ご本人がされて、で、そこにですね、あのー、 商用利用可能なですね、えー、共有商材といいますかですね、あの、イラストだったりとか、えー、動画だったりとかですね、まあそういうものをですね、こう、当てはめて、えー、動画を作っていく。で、それ、そこにこう自分の声と、えー、音楽をですね、あの、BGM を当てていくみたいな、あの、BGM の えー、まあ、有名なのだと、あの、アマチュアさんでしたっけえー、BGM の、まあ、そういう、あのー、無料で使える、こう、BGM だったりとか、そういうものをこう、当てていくようなですね。まあ、そういうチャンネルさんもあるわけですね。うん。で、それで、えー、まあ、メディアを成立させてらっしゃる方というのもいらっしゃいますね。まあ、それも、えー、まあ、いわゆるこう、顔を出さないで、えー、っと、チャンネルを運営するっていう、あの、パターンにもなるわけですね。 で、まあ、そやっていうのは、あのー、まあ自分の身振り手振りをこう、あのー、あんまり出されたくない部分もあるかもしれないですけれども、えー、まあ出されないでこう対象をですね、あのー、まあさっきのお菓子のチャンネルさんなんかもそうだと思うんですけど、その対象自体をこう見せたい。で、あのー、視聴者さんもですね、あのー、そのお菓子とかですね、このメディアのですね、こう何かこう扱う物事にこう興味があってですね、 それをこう見に行かれるっていう部分があるかなというふうに思います。ただあの、さっきの YouTube マスター D さんのチャンネルでもですね、こうサムネイルについてですね、こう語られている動画があるかなというふうに思うんですけど、そこでもあの、えー、まあラーメンをですね、扱う場合ですね、その、まあ扱うこう YouTuber さんがですね、こう、まだあんまりこう、えー、登録者数がいないとか、こう、あんまり、 知られてる方じゃない場合こう、ラーメンの方をドーンって出すような、えー、サムネイルを作るとですね、あのー、視聴者さんが集まりやすいみたいなですね、こう、ことを扱われてる、えー、会があったかなというふうに思うんですけど、それみたいにですね、こう、事象とか物事に対してですね、えー、そこを、まあ、ピックアップして扱うみたいな、まあ、そういう部分があるかなというふうに思います。 でちょっとこう前置きみたいのが長くなったんですけども、さっきのあの YouTube、えー、ストレス YouTube チャンネルの話なんですけれども、え実はその YouTube でですね、あの今私が運営してるそのチャンネルがあるチャンネルがございまして、それはですね、こう私が顔と声を出さないんですね。で、編集はしてます。編集はして、えー、動画も、えー、まあ、オリジナル動画でっていう形でですね、こう運営してるわけでして、で、ただですね、その、 トップバーツのですね、えー、トップパーツさんの、えー、ガイドラインっていうかですね、トップバーツさんに載せた時はですね、こう,うまくいかなかったんですよ。でも、YouTube に載せたら、えー、うまくいったみたいな、そういうパターンでした、その、えー、チャンネルに関しては。だからですね、あのーまあ、どっちがいいってことはなくて、まあ、どっち向きかなみたいなこともですね、こうちょっと、あのー、考えてチャンネル運営をしていくのも面白いかもしれないです。 逆にですね、あのー、私はあの、YouTube で、えっ、ー、と、まあ、私は顔と声を出してですね、こう、話をしていくチャンネルっていうのはこのチャンネルだけなんですけれども、それ以外にも、あの、先ほどお話ししたようなですね、こう、ストレス YouTube チャンネルって言ってですね、私は顔と声を出さないチャンネルっていうのが、まあ、いくつかありまして、で、その中でも、えっ、ー、と、まあ、トップバツで逆にあの、伸びて、こう、収益が得られたっていう、こう、チャンネルもあるんですけど、同じようなこ,ことをですね、こう、そっちの、 YouTube のチャンネルでやったら、全然あの、視聴者も、さんも集まらなかったって、視聴率も伸びなかったみたいな。まあ、視聴回数ですか。それも伸びなかったみたいな。まあ、そんなのですね、あの、ものもありましたので、まあ、トップバズ向けのですね、あの、メディアと、まあ、YouTube 向けのメディアじゃないですけども、そんなのにしてですね、 まあ、構築していくのもいいかなというふうに思います。まあ、いろいろ、あの、動画を編集してですね、こう、いろんなメディアに上げてみたいっていう場合はですね、あの、そういうのを試してみたらいいかなというふうに思います。うん。で、まあ、その、まあ、趣味で、こう、動画を上げて、ただ上げてるだけだから、あの、別に収益化とかいいよみたいな方もいらっしゃる。 かなと思います。もちろん。うんま、でも、まあ、その中でですね、あの、ちょっとこう、金額が得られたりするとですね、またこう、モチベーションにつながったりとかですね、えーまあ、次のですね、こう、動画作り、こう、つながっていったりするかなっていう部分もあるので、微、え、々、ーまあ、ビたるものでもですね、あの、収益化できたらいいかなというふうに思います。で、先ほどお話ししたあの、セルス YouTube チャンネルのですね、こう、一つのチャンネルはですね、こう、収益化できて、今、えー、2000人、 3000人ぐららいいいですすねあのー、視聴者さんがいらっしゃいま2300人ぐらいだったかなと思うんですけど、まあ、いらっしゃいますね。あの登録者さんが、まあ。そういうチャンネルもございまして、えー、収益審査もですねこう通過して収益を得られるっていう形にもなりました、ねうん。その一方で、えっとまあ、そのチャンネルの媒体っていうのはこうトップバズではですね、あのー AI さんにこう弾かれてしまったりするようなこう媒体だったりするわけですね。だからまあ YouTube 向きだったっていうものもあります。逆にこう YouTube でですね、こう全然伸びない媒体なんだけれども、似たようなことをトップバズでやったときに、あの、視聴回数が上がって、収益化されて、え、まあお金が振り込まれたっていうこともありました。うん。だからまあどっちがどっちっていうよりはですね、こうそれぞれのメディア向けのものがあるなっていうふうに。 感じます。ということでですね、今回ですね、こうトップバズのですね、2020年11月のです、ね、こう収益でございました。えっと、まあ今月は200円ぐらいだったんですけどもですね、えー、先月まで,のです、ね、収益が4,800円ぐらい集まってますのでですね、えー、5000以上になると引き おろしできますので、トップバズさんの方は。で、毎月こう、蓄積されていきますのでですね、えー、引き下ろしできるかなというふうに思います。なので、まあコツコツですね、えー、日常生活の中で、えー、動画を撮って編集して、えー、上げていくか、いくと、まあいいかなというふうに思います。ということで、えー、今回はですね、えトップバズの収益結果でございました。こちらの動画は以上です。失礼します。